はい、プレボールどうも野球人です。阪神梅野 FA 権行使せず残留へ、来季も矢野阪神でマスクをかぶるということでございまして、FA 権をですね取得していた梅野選手なんですが、行使せずにですね、来季も阪神に、残ることが分かりました。しっかりとね悩まれた末の決断だったと思いますので、まあ良かったなというところでございます。ではまず記事から見ていきましょう。阪神梅野が FA 権行使せず残留。阪神は3日、FA 権を取得していた梅野龍太郎捕手が権利を行使せずに残留することになったと発表。梅野のコメントは以下の通り、今年あと少しのところで優勝を逃して本当に悔しい思いをして、やっぱりこのチームで優勝したい、その思いが一番でした。今のチームは年齢的にも若いチームで、絶対にこれからももっと強くなっていきますし、その中心でタイガースを引っ張っていきたいという思いです。本当にこのメンバーとこれからも野球をしたい、みんなと優勝したいという思いで残留することを決めました。考えさせてもらう時間はたくさんいただいて、阪神球団の方にもたくさんお話をいただいた中で、自分自身で考えに考え抜いて出した結論なので、少し時間はかかってしまいましたが、今はこのチームで絶対に優勝するという思いだけです。タイガースファンの方々からの声や思いも届いてましたし、自分自身の決断を後押ししてくれました。来年こそはこのチームのみんなとタイガースファンの皆さんと一緒に喜びを分かち合いたいです、ということでございます。はい、ということでしっかりとねコメントを出されておりました。阪神ファンからすればね、本当に良かったなという思いでしかないでしょう。では梅野選手ね、どういった選手だったかというところをね、成績とともに見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。梅野龍太郎選手、プロ8年目の選手です。出身地は福岡、1991年6月17日生まれ、30歳、173センチ、75キロ、ポジションキャッチャーで右投げ右打ちの選手です。2013年ドラフト4位指名で阪神に入団。年俸は今季1億1000万円ですね。大学日本代表の4番で、アマ時代から有望な選手でございました。阪神では1年目から92試合に出場し、上々のルーキーイヤー。そこからですね、少し伸び悩んだ時期もあったんですが、それでも5年目初の規定打席に到達。その後も類稀なブロッキング技術と強肩で正捕手に定着し、阪神の扇の要として活躍。今では球団の顔である選手の一人でございます。はい、ということでこの梅野選手ですね、バリバリの阪神の正捕手ということで、まあしっかりね、阪神がまあ A クラスっていうのを常連になっている大きな要因のね一つに、この梅野選手の存在があるのかなっていうふうには思いますが、まあそのくらいね大きな、存在だったということでございます。はい、で表彰ですね、ゴールデングラブ賞3回、月間最優秀バッテリー賞3回と、守備力に定評のある選手と、はい、バッティングもですね、 NPB 通算で見ると786試合で2割3分5厘、2279打数の536安打、40ホーマー、 BBK が 0.36、 スリー率2割9分9厘、 OPS が 0.647 という成績です。広いね甲子園ということとキャッチャーということをですね、含めるとしっかり打ってねくれている選手かなっていうふうには思います。今打てるキャッチャーっていうのが少なくなってきた近代ですね、貴重な選手かなと。はい、しかしですね、今季の一軍成績は130試合2割2分5厘、404打数91安打3ホーマー、BBK が 0.38、スリー率3割3厘、OPS が 0.603 ということで、通算と比べるとですね、成績を落としてしまったと。これでもですね、キャッチャーで見ると悪くない成績ではあるんですが、普段の梅野選手と比べてしまうと、かなり物足りなかったかなというふうには思います。そんな中ですね、今季 FA 権を取得しておりました。熟考していたんですね、成績良かったらねもっとスパッと判断はできたのかなっていうふうには思うんですが、なかなかね、この成績だと考えるところもあったんでしょう。で結果ですね、今回残留が決まった形になりました。であとはですね、まだ情報出てないんですが、複数年か単年かということがね、気になる、ところですよね。やはり複数年結んだらですね、FA 権は行使しないわけですから、FA 権、しっかりと、来期ね使うのか、それとももう封印で複数年結ぶのかというところね、今後分かり次第ですね、何らかの形でお伝えしていきたいと思います。では、続いてこちらも見ていきましょう。はい、ではですね、今季 FA 行使というところも見ていくんですけど、梅野選手がですね残留宣言したことによってですね、割と FA 市場ねまた大きく変わってきそうと。
まずですね、FA 宣言済みというのが中日の又吉選手でございます。もうね、宣言の時期来ておりますので、7日までかな、そこまでに宣言をしなければいけないということで又吉選手がしていると。であとはですね、DeNA の大和選手であったり、あとは西武の岡田選手かなが、宣言したんですが、まあ、宣言残留するということがね発表されておりますので、ここには名前は載っていないんですが、まあ、移籍をする前提で宣言しているのは今のところ又吉選手と、はい、そして熟考している選手がですね、ヤクルト中村選手、オリックス後藤選手、ソフトバンクの千賀選手などがね挙げられるかなというふうに思います。報道の段階ではねまだ決めかねていないというところなんですが、んでもおそらくこの3人もなかなか宣言はしないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、中村選手が、まあ、梅野選手がね、降りたっていうこともあって市場価値っていうのはちょっと上がるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、やっぱねヤクルトっていうところも、まあ、かなり、中村選手は信頼感を置いてねプレーしてるみたいなので、なかなかねこの3人から FA 宣言っていうのはちょっと考えづらいのかなっていうふうに思います。そうなればですね、今季の FA、というのは又吉選手のみの可能性っていうのも非常にね高くなってきたということでございます。まあ、かなりね寂しいオフかなと。普段であればもっともっと FA ね、宣言する選手っていうのは多いんですけど、今年は異例と。これはやっぱコロナとかも関係してるんですかね。潜在的にちょっと消極的にね、なってしまって、今の現状をまあ大事にするっていう方向になっていってるのかなっていうふうには思います。あとは人的保障のね有無とかもちょっと問題には、なりそうな感じもありますので、もしかしたらね、ある程度 FA の形っていうのが、変わる、きっかけになる年なのかもしれません。はい、というわけで、今回は以上です。最後にですね、ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。梅野残留来た。確かに終盤調子悪かったけど、阪神タイガースに絶対必要な存在やからめっちゃ嬉しい、来年も応援してますということですね。本当にそうですね、阪神ファンからしたら間違いなく喜ばしいことですし、正直ね、ちょっと梅野選手抜ければ阪神かなりね厳しいんじゃないかというふうに私も思っておりましたので、これは本当に良かったなと。坂本選手いるとはいえですね、正直打撃に関しては、不調のね、状態を、経験した梅野選手よりもねまだまだ打てていない状況だったので、そういうことを考えればですね、やっぱ正捕手はこの人しかいないんですよね。でそのサブ的な、ね、役割、梅野選手が怪我した時とかにね、抱えてくれる選手っていうのは阪神ね割と多いんですけど、ドンと座れるキャッチャーっていうのはなかなかいないので、本当に良かったなというところでございます。はい、こちら見ていきましょう。あそこまで監督が悪いように書かれたら梅野も残留したくなるやろう。もちろん矢野も裏でしっかり話してるわけやしということで、そうですね、ちょっと梅野選手 FA のお話で矢野監督がかなりねやり玉に挙げられていたかなと。不仲説であったり起用法とかね、どうなんだっていう話で、正直あんま分かんなかったんですよね。別に矢野監督が、梅野選手のことを、嫌いっていう感じはしなかったですし、梅野選手のことを考えてるからこそですね、矢野監督は、梅野選手の意思を尊重したいっていう発言をしているわけで、監督としてはですね、チームのことを全体考えたら、やっぱね梅野選手に残ってほしいっていう発言は、公に言った方がいいのかもしれないんですけど、一個人選手として考えればね、発言っていうのも全然大丈夫かなっていうふうに思いますし、で干されていたみたいなことも言われるんですけど、バリバリ規定打席立ってて130試合出てて、で後半めちゃめちゃ調子を落としてるんで、起用法は妥当かなっていうふうにも思いますので、ちょっとねメディアに、面白おかしく取り上げられすぎたかなっていうふうには思いますので、残留が決まって矢野監督もホッとしているんではないでしょうか。はい、ではね、今日は以上でございます。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。